おはようございます。画家の浮人です。今日は鉛筆デッサンっていうものをクロッキー、をお見せしようと思います。鉛筆で描いたの本当にっていう感じかもしれませんけど、そうです、あいつで描きました。あ、3枚目ぐらいかな、4枚目ぐらいかな、それを録画して、ちょっと遊んでみました。で、今後これちょっとシリーズになるかもしれませんので、ちょこちょこ皆様から教えてください。おじさん全然わかりませんので、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ本編どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。そうですね、 iPad で描いてみたというやつなんですけど、まあ3枚目か4枚目か適当に落書き程度はいつもやってるんですけど、なかなかうまく、お兄ちゃんに気づかれないように、お兄ちゃんの前にカメラをセットして、そして iPad は iPad で描いていっております。お兄さんはですね、なんかね、スマホでなんか見てます。多分ヒカキンを見てるんでしょうね。ヒカキンがなんか最近好きですね。ちょっと書き出しました。鉛筆ツールだけを使ってちょっと書いてみようかなと思って、鉛筆ツールみたいなのだけでちょっとクロッキーを動いてる人とかいうかチビを書いてみようかなと。どこ加えとんねんって感じですね。日常の会話も少し入って、声も入っているかもしれませんがご了承ください。スマホを置いてちょっとじーっとしてくれるかなと思ったら案外動くもんでですね、ダメとか言ってますもんね。鉛筆で、なかなかこう動いていくの難しいですよね。もっと頭やっぱでかかったですかね。ちょっと目線的にはもうちょっと僕は上の方から見ていますけども、なかなかやっぱ難しいですし、子供って難しいですね。これちょっと何枚か今後シリーズにもうちょっと時間をかけたいなと、12分ぐらいで動き出し上がりましたんで。ちょっと、また、皆さん教えてください。多分私より圧倒的に皆さんのがキャリア長いと思いますので、全くわからない。手がちょっと画面についたりすると、なんか消しゴムツールが発動するんですけど、これ誰か教えてください。わかりません。なんでかよくわかりませんが、突然発動します。これをやめたいんですけど、どうしたらいいでしょうか。Apple Pen というやつですかね。アポペンですね。そう、アポペンを、なんか、ピコ太郎さんが言っとき流行らしましたよね。アポペンみたいなやつね。あれがアポペン実際出ましたもんね。で、すごく便利ですね。ちょっと面白いですね。まあでもなかなか僕の仕事になるまでは1年2年かかるんちゃうかなっていう、まあ実際ね、発表するかどうかなんてわからないですし、発表なんかしないかもしれませんけども、ちょっと落書き程度には本当に面白いツールやなと思います。チビにバレたらやっぱやらせてくれみたいな、今髪の毛とか書いてて何歩ぐらいの鉛筆がいいんかな、左の方に太いのがあったりすんねんなとかですね。こんなのは本当にこう鉛筆の筆圧みたいな感じもある程度出ますもんね。面白いなと思って、硬い鉛筆みたいなのを使いたかったら多分なんかこう濃さを落とすとかそういうことなんでしょうね。だからそういう風に鉛筆みたいにも書けるし、なんか水彩みたいな油絵っぽい感じでなかなかなんか難しいですよね。なんか絵の具を引っ張っていくような感じぐらいしかできなくて、まあ多分それをうまく駆使すればできるんでしょうけど、今後そういうこともやっていこうかなと思いますので、遊びに付き合ってください。まあ成長していく、私自身もですね、この YouTube っていうのはずっと成長していくプロセスをお見せできたらなっていう、いろんな意味でですね、思っていますので、作家っていうのはずっとこういろんなことを挑戦し続けるもんやと思いますので、お兄ちゃんは止まりましたでしょ。風呂前はだいたいこんな感じで、なんか見させて落ち着かさんと、なかなか他のこと、恐竜一の方を風呂先入れるんですけどもね。お兄ちゃんぐっちゃぐちゃにしおりますんで、今はなんかカブトムシが色変わるやつで遊んだりぐっちゃぐちゃにしおりますので、今の2歳児とかね、どこの家庭もだいたいこんな風に見せたりしてるんじゃないですか。教育的に良くないとか言うても、親が見てたりしたらね、もう無理ですもんね。なかなか難しい時代になってきたんじゃないかなと思います。髪の毛も少し描きました。という感じでですね、まあ、このぐらいまで可愛かったんですけど、どんどんひどくなりました。もうちょっと頭がやっぱ大きいべきでしたし、顎ももうちょっとちっちゃいべきでしたし、なんかこう、緊張感を持って、やつが動き出して、やつが、という、こう、緊張感というのも、まあ、僕自身は楽しみながらやったりしたんですけど、今後もまたこれ、簡単に動画も撮れますし、簡単に編集もできますので、何回か、他のパターンもいろいろあると思うんですね。子供だけじゃなくてですね。という感じで、できたらなと思います。ちょっと拡大してみたりとかして、線のなんかを変えてみようかなとか、ちょっと細くしてみようかなとか、そういうのいじりながらですね、鉛筆ツールだけで書いていってます。他のとかペンとかいろいろあって、多分、まあ、こんな感じなんか、あんな感じなんかと思いながら、これなんていうあれでしたっけ？プロ、
プロ、なんでしたっけ、忘れました。また、すみません。で、書いてみたんですけども、ちょこちょこほとんど書いてるか、あ、今消しゴムで消して、なんかですね、鉛筆でさ、みたいな感じにしてみたり、こういうの元の画面に戻すとかどうやるんですか？こう、普通に指でぐじゅぐじゅってやるだけなんですか？そういうところもわからないです。おじさんは本当そんな、おじさんってそういう民族です。それでも頑張ります。ね、ぜひ、若い人教えて、おじちゃんにもう本当困ってますんで、どうやって、もう学生も、ちょっとって言いたいんですけど、今なかなか学校に来れない、今これ録画してるのは1月の末ですけど、感染者がいっぱい増えてきて、なかなか学生も出てこれない状況なんで聞けないというね、じゃあネットで調べるよって感じかもしれませんけど、調べるのめんどくさいので学生に聞いた方がよっぽど早いので、ね、そういう民族でございます。こんな感じでババババと書いて、あんま可愛くないですけど、もっと可愛いのを今度書きますから楽しみにしておいてください。実験企画でした。お兄ちゃんに気づかれました。お、何しとる、おとん何しとる、おい見せろ、お逃げます。ついに見つかった。怖い。何？ご視聴ありがとうございました。どうだったですか？ちょっとね、動き出したんで、ちょっとうまくいかなかった部分も多いんですけど、これからこういう、もう新しい機器もですね、機器っていうのかな？新しい、こう、デバイスっていうのかな？よくわかりませんが、おじさんも頑張って挑戦していこうと思いますので、皆様よかったら、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。お付き合いいただければと思います。おじさんの遊びにもお付き合いいただければと思います。では、チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。